w, en, テンプレートアタッチド KML, ファーストアベニューウィキデータにある KML アレンストリートはニューヨーク市マンハッタン区を南北に走る通りである。ローアーマンハッタンのチャイナタウンとローアーイーストサイドを南北に貫く。この通りの北端のハウストンストリートより先は一番街となる。この通りの南端のディビジョンストリートより先はパイクストリートとなり、 サウスストリートまで続く。北行きの車線と南行きの車線は中央の緑道によって分離されている。この緑道の両脇にはそれぞれの方向への自転車道が設置されている。この通りの名前は、米英戦争における最年少の海軍艦長であったウィリアム・ヘンリー・アレン順将から付けられている。彼は28歳の時に戦死した。彼の功績は、英軍艦 EN。 HMS マスドニアンを打破したことなどが挙げられる。ブルームストリートより北を見た、アレンストリートの光景。EN、ジョージ・ B ・ラックス作、アレンストリート、1905年頃1905年の火災の後の105アレンストリート。手前は2番街高架鉄道。1799年以前、ローアーマンハッタンのこの通りは設計され、チェスターストリートと名付けられた。 1806年5月にこの通りにニューヨーク個人院が建設された後、チェスターストリートからアサイラムストリートに改名された。1833年、アサイラムストリートは人知れずサードストリートと改名され、最終的にアレンストリートに落ち着いた。20世紀初頭、この通りは非常に活気があり、ルーマニア系ユダヤ人とトルコ、シリア、エジプト及び、 ギリシャからのセファルディ系ユダヤ人たちがある地に住み着いていた。その多くは地下の真鍮及び同性系の仕事についており、地上界では主に衣類が売られていた。1903年9月、アレンストリートとリビングトンストリートの地点の高架下で、ファイブポインツギャングのリーダーであるポール・ケリーの一団と対抗するモンク・イーストマン率いるギャングとの間で壮絶な銃撃戦が行われた。 総勢100名がこの構想に加わり、警察も銃撃に加わり、この両弾を追い払った。3名が死亡し、多くの一般市民が怪我を負わされた。1905年3月、住民が過密状態の長屋から火災が発生した。この5階建ての建物、105アレンストリートの定員は20人だったが、200人が居住していた。1930年代初旬に、 この通りの幅は拡張され、この通りの東側の建物は、この再開発で解体された。この工事で、道路の中央には、緑道が設けられ、高架鉄道は、道路の西側を走るようになった。この高架鉄道は1942年に、解体された。1910年代から1940年代に、かけて、アレンストリートには、新中製品を扱う。 数々の店が集まっていたが、1970年代には2軒が残るのみとなっていた。1979年、アレンストリートはニューヨーク市においてバワリー及びグランドストリートの喧騒から取り残された活気のない通りと記述された。この通りとその南に続くパイクストリートの中央を走る遊歩道は2009年に再設計され、2011年に 完全に改修された。1878年、IRT2 番外線が建設された。この一部区間は、ハウストンストリートから、リビジョンストリートの間のアレンストリート上、現在の南方面の車線上を走っていた。この効果は、当時狭かったこの通りへ差し込む日光をほとんど、遮っていた。この効果は1942年に解体された。現在、 この通りから、最寄りのニューヨーク市地下鉄の駅は、3ブロック西のクリスティストリート上のグランドストリート駅及び3ブロック東のエセックスストリート上のデランシーストリート、エセックスストリート駅である。また、アレンストリートとイーストハウストンストリートの交差点には、2番街駅の出入り口が複数ある。また、アレンストリート十四から十六号には、 都市間バスの駅がある。アレンストリートの全区間をニューヨーク市バス M15、M15SBS 路線が運行している。パイクストリートの一部からマディソンストリートにかけても M15 が運行している。客中、ありがとうございます。